今月10日心不全のため亡くなった長谷忠さん、95歳でした。自宅で一人で亡くなっているのを訪問したヘルパーが見つけました。何という人か知らんの、分からん。この人どこの人か、どのぐらい、まあ、年格は分かるわよな。だからこの顔が一番好きやね。ええと思うやろ。大阪市西成区に住む長谷さんは男性同性愛者で、結婚をしたことも交際した経験もありません。日本では1990年代まで同性愛は治療可能な精神疾患とされ、長谷さんは人生の大半を差別や偏見に耐えながら孤独に生きてきました。そうした人生はドキュメンタリー映画94歳のゲイに描かれ、今年全国で公開されました。ありがとう以上のことやね。これからもね、元気でね、まあ、長生きするんやで。95歳で初めて上京した長谷さんは、レインボープライドのパレードにも参加。同性婚の実現を目指すグループとともに、虹色の旗を掲げながら車椅子で行進しました。こんなの初めて知ったよ。初めてびっくりしたわ。ゲイの人がいるとは知らんかった。違いますか。最近は大学の授業にも招かれ、若い世代に多様性を認め合う大切さを伝えてきました。男と男の恋愛、女と女の恋愛というのも少しも恥ずかしいことじゃないで。今の時代に長谷さんが生まれてはったら、自分の生き方ってどう変わってはったと思います？それは好きな男があったら結婚するわよ。で、結婚して周囲が認めなくても二人の生活がやったらええやんか、できるやんか、楽しいやんか。晩年はゲイであることを周囲に明かしていた長谷さん。葬儀には通っていた紙芝居劇団の仲間や90代で出会ったゲイの友人が参列しました。何か行動しないと人生って変わらないんだよっていうことも教えてくれてると思うので、先を行くロールモデルなんだろうなと思いますが、後日お別れの会も開かれる予定です。